ジェームズタウンは、アメリカ合衆国ロードアイランド州の東部、ニューポート郡の西側、ナラガンセット湾では2番目に大きな島であるコナに、カット島にほとんど全域が位置する町である。2010年の国勢調査では、人口5405人であり、州内39市町のうち人口では、少ない方から4番目である。今から約1万年、ないし1万2千年前、 最終氷河期が終わる時に、現在のジェームズタウン地域に人類が入ってきて、小川や川の近くに定着した。氷河が溶けている時であり、海面が上がり、低地を海水で満たし、奈良岩セット案ができた。この海面上昇によって人類は高度の高い場所へ移動し、初期に住んでいた場所の名残の大半が水没した。粉にカット島で見つかった最古の人工物は、 紀元前3000年頃のものとされている。1524年、イタリアの探検家、ジョバンニ・ラ・ベラッツァーノとその乗組員が、ナラガンセット湾を訪れた。1636年あるいは1637年、ダッチ島が毛皮公益業者に使われていた。1638年、イングランド人が粉にカット島を羊の放牧に使うよう手配した。 最初のジェームズタウン橋、1940年から解体された2006年まで、ジェームズタウンとノースキングスタウンをつないだ1675年までに、粉ニカット島とニューポートの間で、私船が運航されるようになった。1678年、粉ニカット島がジェームズタウンの町として法人化された。この時の人口は約150人だった。町名は、 ヨークコ・ジェームズにちなんで名付けられた。1710年までに、粉にカット島の現在ある道路の多くが配置されていた。1728年、ジェームズタウンの町はトウモロコシを引くために風車を建設した。島には水車を回すような水源がなかったので海からの風力を使った。1775年12月10日、イギリス兵とドイツ人。 傭兵200名が粉にカット島イーストフェリーに上陸し、ウェストフェリーまで行軍して船着き場の家を焼いた。この部隊がイーストフェリーまで戻る時に14件の家屋など多くの建物を破壊した。このために556人いた粉にカット島10人のうち200人以上が本土に逃亡した。1776年12月、イギリス艦隊が ナラガンセット湾に到着し、ニューポートを占領した。イギリス軍はダンプリングトリデの植民地民兵の砲台とビーバーテールの粉にカット砲台を奪った。イギリス軍は1779年10月にナラガンセット湾を去った。その去っていく時に占領していた要塞を破壊し、ビーバーテール灯台を燃やし尽くした。1784年までにビーバーテール灯台は、 運営を再開できるまで修復された。1787年、ジェームズタウンは、イギリス軍の占領の間に破壊されていた、ジェームズタウン風車とクエーカー集会所を再建した。ジェームズタウン風車、1787年再建1800年、イーストパッセージを見下ろしていた、以前の要塞の後に、ダンプリング砦が建設された。 最も高い崖の上に建てられた高い石造りの塔には八門の大砲を備えられた。1872年、ジェームズタウンの町は蒸気駆動のフェリー船を発注した。1873年5月、ジェームズタウンとニューポートの間でフェリーの運行が始まった。ニューポートとの間に信頼でき快適なフェリーが使えるようになり、農業主体の粉にカット島に著しい影響を、 与えた。ジェームズタウンは日帰り旅行や夏の休暇の目的地になった。1880年代と1890年代は建設ブームとなり、ホテル、個人用夏の家、朝政府の建物などが建てられた。島の人口は1870年から1900年の間に3倍になった。1890年から第一次世界大戦が終わるまで軍隊の要塞作りが 盛んに行われた。1898年に始まった米西戦争がその触媒となった。ダッチ島のグレブル砦建設が始まった。陸軍省がゲッチ砦の用地31エーカーを買収し、砦を急速に建設した。ウェザリル砦を建設するために、ダンプリング砦近くの夏の家が接収された。粉にカット放題近くのプロスペクトヒルで、 さらに土地が取得され、見張り所と消防所が作られた。政府は、グールド島に、機雷保管所と試験施設を設立した。その後第一次世界大戦の終戦時に、粉にカット島要塞は使用されなくなった。ジェームズタウン・ベラッツァーの橋、1992年、建設、ジェームズタウンとロードアイランド州本土とをつないだ。一方で、ジェームズタウンは、 夏の観光地として繁栄するようになった。1903年にはホテルが9軒あった。しかし、大型リゾートの前世紀は、ジェームズタウンでも他の場所でも短期間だった。1920年代に、羽振りの良かった客が急速に減少した。1938年には、ソーンダイクホテルが解体された。1938年、大型ハリ庭園のために、 奈良ンセット湾ン地域で多くの物的損害を受け、300人以上の人命が失われた。マッカレルコーブビーチから砂の多くを取り去り、人気のあったビーチパビリオンを破壊した。ウェストフェリーの船着き場を破壊したことで、本土のサンダースタウンとをつなぐ橋の建設承認を加速させた。初代のジェームズタウン橋は1940年夏に開通し、西部への通行が、 日夜可能になったことで、フェリーの運行に代替することになった。1941年、大型ホテルの一つ、ガードナーハウスが数年間使われなくなっていた後で、取り壊された。その後に嘘ビルが建設された。戦後、このビルは町が買収し、現在はコミュニティセンターと呼ばれている。2002年に広範な庭園を作り、改修された。 第二次世界大戦によって、粉に、カット島のゲティトリデやウェザリルトリーデ、ダッチ島のグレブルトリーデ、コート島のキライ工場、グールド島のキライ保管所など、奈良ガンセット湾周辺の軍事基地を設立し、再度活性化された。1969年、ニューポート橋が完成し、サウス軍からニューポートまで、ロードアイランド州道138号線を、 連続した高規格道路でつないだ。その完成で伝統的なフェリー便が廃止された。初代ジェームズ・ダウン橋の解体2006年大型ホテルで最後まで残っていたベイビューホテルが1960年代に営業を止めた。その建物は1985年に解体された。その4年後、その後にベイビューコンドミニアムがオープンした。この建物の外観は ホテルの外観に極めて似せて設計された。タイムシェアリゾートとして運営しているベイボエジホテルが、ジェームズタウンの東部港地域に並んでいた多くのホテル群の最後の生き残りとなっている。1992年、1940年に建設されていた狭い構成橋に代わって、ジェームズタウンベラッツァーの場所が完成した。この建設時に、 西部の新しいアクセス道路と粉にカット島内部を横切る高規格道路が建設された。ニューポート橋、ジェームズタウンとアクイドネック等の都市ニューポートとをつないだアメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は35.3平方マイルであり、このうち陸地9.7平方マイル、水域は25.6平方マイルで、 水域率は72.55%である。ロードアイランド州道138号線がジェームズタウンを通る唯一の州道であり、西のノース・キングスタウンと東のニューポートを結んでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロードアイランド州の全体は火山湖すなわちアバロニアと呼ばれる微小大陸の一部であり、 5億6500万年以上前に赤道の南に形成されていた。アバロニアが北に漂流し、約4億年前に原始北アメリカ大陸に衝突した。その衝撃により現在のニューイングランド各州となった陸地の大半を形成し、アパラチア山脈北部の大半も作った。約3億5000万年前、北アメリカと北アフリカが 超大陸パンゲア形成の一部として衝突した。1億年以上の間、ジェームズタウンは超大陸の中、深く入っていた。ナラガンセット湾地域によく見られる結岩と石炭の、層はこの時代に形成された。約2億年前、パンゲアが壊れ、大西洋ができ、ゆるりと広がった。過去7万5000年間、ジェームズタウンまで少なくとも2回の氷河が伸びてきた。それらが、 奈良岩セット盆地の水路を削り、地域全体に岩と土壌の堆積を残した。氷河は約1万2千年前に退いていった。海面は今日より数百フィート低かったが、世界中で氷河が溶け、海面が上がり、大陸方を覆い、奈良岩セット湾を満たした。百九十二年の映画、ウィンド二千年の二人の男と一人の女、アメリカンゼネラル。 2007年のいつか眠りにつく前に同じくダイインリアルライフ2012年のムーンライズ・キングダムはジェームズ・タウンやミドルタウンとニューポートなど近くのアクイードネック等の街で撮影された。ダッチ・島東大 AB アメリカン・ファクト・ファインダー。ユナイテッド・ステイツ・センサス・ビューロー。2008年1月31日、閲覧。US ボード・オン・ジオグラフィック・ネームズ。 ユナイテッド・ステーツ・ジョバロジェクル・サーベイ、2008年1月31日、閲覧。ガネット・ヘンリー・ザ・オリジン・オブ・サテン・プレイス・ネームズ・イン・ザ・ユナイテッド・ステーツ・ガベット・プリント・オフ・ピアニッシモ 168http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス ID=QV1 イコールアマジアンド・ピコグラムイコール p a 168V= イコール、 オネパゲ &Q&F イコールフォルス。ありがとうございます。